お兄ちゃん、もう寝ちゃったの？まだ起きてるんだ。よかった。あのさ、この前私が約束したことって覚えてる？そう！もしお兄ちゃんにゲームで負けたら、お兄ちゃんが私にしてもらいたいことを一つしてあげるっていう約束。お兄ちゃんは私に何してもらいたいのかな？耳かき？私がお兄ちゃんの耳掃除をすればいいの？わかった！まずどうすればいいんだっけ？膝枕をするんだね。それじゃあ私ここに座ってるから、お兄ちゃん横になってくれるかな？お兄ちゃんの耳が見えるようにどっちでもいいから横向いててくれる？そういえば耳かき棒はないから、あ、ここにあった綿棒を使うよ。それじゃあ始めるね。これでうまくできてるのかな？大丈夫？痛くない？そっか、わかった。もう少しじっくりやるね。右耳が結構綺麗になったよ。
そういえばさ、耳かきするときにね、息を吹きかけられると気持ちいいよね。いつもお母さんにやってもらってた。うん、すっごく気持ちよかった覚えがあるよ。私もやってあげようか。じゃあ、失礼します。うまくできてるのかな。いまいち実感が湧かないな。うん、とりあえず左側も綺麗にしてあげるからこっち側向いて。うん、それじゃあ左側もやってくね。やっぱりいっぱい入っているんだね。今までどうやって音を聞いてたのか疑っちゃうくらい。また耳を拭いてあげるから、じっとしてて。うまくできたかな。そう？よかった。これでお兄ちゃんへのご褒美は終わりだね。また私に何かの勝負で勝ったら、お兄ちゃんが希望することをできる範囲で叶えてあげるから、頑張ってみてね。